はいどうもマクタの沙です。今回は 1,2 元放置プレイ進行ということで話したいと思います。ちなみにこの動画の最後にですね、今のコード進行を使って、僕がさっき考えた歌を歌ってみたのをあげますので、ぜひ最後まで、もうこんな説明になるけどマクタのさんの歌が聴きたいっていう人はもう飛んでもらって構わないです逆はいそうですけどね。はい、でその 1,2 元放置プレイ進行なんですけど、今のはですねコード4つぐらい出てきてますが、全部 1,2 弦開放になってますね。音がふわーんとこう広がりがあるように聞こえた人もいるんじゃないでしょうか。これはですねアコギの本来の持ち味ですね、アコギならではの響きだったと思いますね。ではなぜこの 1,2 弦を開放にしてコード1つじゃなくいろんなコードを使ってるのに、まあ4つですけど、なんで変な汚い音にならなかったのかという感じで簡単に説明していきたいと思います、ね、偶然ではなくちゃんと理由があるんです、この汚くならなかった。じゃあまず E コードを押さえてみるとですね、ジャーンと押さえると 1,2 弦解放されてますね。 1,2 弦は押さえてないです、はい、もちろんね。ということはですね、よく考えてみてください。キーが E の時はこのね1,2 弦開放でだと違和感のない音ということになりますよね。意味がわかりますでしょうか、ね、キーが E の時は、まあ、コード的に言うと A シャープマイナー、ね、G シャープマイナー、あと D とか A とか、あとは、B か B ですね、 A もね、のコードの時にこの開放弦 1,2 弦開放を使うと違和感のない普通の音に、普通の音って言ったんですけど違和感のない音になりますよね。それは分かりますでしょうか。なので、今みたいに A シャープマイナーとか G シャープマイナー使っても綺麗なハーモニーで響いてくれたというわけです、ね、こういう話が出てきてですね、あなんだこっちは分かんねえ、 なんで A シャープマイナーなの G シャープマイナーなーと分かんない人はここでね、ダイアトニックコードっていうのがありまして、それを学ぶチャンスなのでぜひ、今検索してね調べてほしいと思います。僕が説明するようにねネットで調べて、勉強した方が分かりやすいと思います。まあ後々僕もやりたくなったら話しますけど、まあ C、 キーが C であれば C、D マイナー、E マイナーよく出てくるじゃないですかね。そういう感じの、なんでそのコードが使われてるかとか、そういう話になりますね。ダイアトニックコードは今は説明しないですけどね、僕もねあまり理論や何やら詳しくないんですけど、ダイアトニックコードぐらいはね覚えておいて損はないと思います。知っとけばいろいろ分かることが出てくると思いますので、そんなに難しくないです、はい、7個ぐらいコードを覚えればいいだけなのでね、数学もう算数好きな人はもう好きかもしれないですね、そういう話。まあね調べてみてくださいね、これが理解できればですね、このコード進行じゃなくてもこの開放弦使えることができるんで、お得です。例えばですねキーが C ならね、ギターってこう開放弦を押さえるとミーラーレーソーシーミーじゃないですか。全部これキーが C の曲に当てはめても違和感ないわけですね。だからこう C を押さえる、最初 C、 C メジャー7で E マイナーね、 E マイナーでこうバレーコードを押さえるけど 1,2 弦、ね、1弦と2弦解放させてみるとか、ね、2弦ちょっと押さえてみるとかで A マイナーで D で2弦押さえてみたりね、 F、今なんか結構ね 1,2 弦開放使いましたけど、なんとなく違和感はないですよね。だからそういうのが理解できるなりますので、ぜひそのダイアトニックコードね覚えてみてください。今の C だけじゃなくてもね、 A のコードでも、 A はまあ押さえたとしてまあね、1弦開放なんで、まあキーがA の時使うコードで B マイナーとかね、 D とかあるじゃないですか。これも1弦開放で押さえても全然違和感がないとという話なのでね、まあこんな感じです。まあこれはこんな感じで説明します。
ね、まあ、今回のね、美味しいコードが、コード進行がありますよという感じで紹介したかったので、ぜひこの、まあ、僕が最初に弾いたやつをね、E、F シャープマイナス7、11。で、この11とか、G シャープマイナス7のマイナス13とか、コード進行の名前で考えると、すごいこう難しそうでめんどくさいんですけど、これはピアノだったらめんどくさいかもしれないですけど、ギターだったらこう、移動させるだけなので、この形をね。でちなみに E だったら A もね違和感なく弾けるんで、まあ、こんな感じでこう、ね、A の形で進行してもいいですし、ね、まあまあちょっとごちゃごちゃになってくるから、まあ、こんな感じで練習してみてください。ではこれが本題です。この動画メインはね僕の弾き語りですから、これから始まる。では最後に聴いてください。では次回の動画もお楽しみに。バイバイ。聴いてください。コーヒータイム。朝はやっぱりコーヒーを飲まなきゃ、苦くて甘い Your smile Sweet smile baby、 真っ白なミルク回って生まれた香り、これがコーヒータイム、タイム。朝はやっぱりコーヒータイム。ああ、コーラやないか。